719系電車は、東日本旅客鉄道の交流近郊系電車である。1989年から1991年に製造。1980年代後半の JR 東日本、仙台支社間内普通列車には、主に451.453、455.457系急行系電車が充当されていたが、以下の問題があった。 以上の問題を改善する目的から開発されたのが本系列霊番台である。当初より霊番台の全編成がワンマン運転に非対応であり、ワンマン運転対応の701系電車が仙台地区に導入されると本系列は2編成を連結した4両以上での運用が基本となったため、2007年以降の定期ダイヤでは2両編成での運転は 万月再生でわずかに行われる程度であった。また4両以上での運転が基本とされたこともあり、連結させた中間の運転台の機能を停止させて、実質的な4両固定とした編成も存在する。さらに、山形新幹線運転開始による、大宇本線、福島山形間1 4 3 5ト、mm、ル回帰に対応させて一部仕様変更をした五千番台が、開発された。 例番台運転台211系を基本とした、半自動機能付き片側3扉のステンレス車体で、あるが、側面窓配置は211系と異なり、扉間窓は大型3枚、戸袋窓は乗務員室と前くらい、扉間と制御車、トイレ隣にのみ設置。また室内からの展望に配慮して、全面貫通扉と運転室助手席側の窓を、下方に拡大した。 パンタグラフ設置部は、仙山線の強小トンネル区間に対応するため、低屋根構造としている。雲波719系区ハ718系の2両編成を基本とし、最大8両編成まで並結が可能である。分割、併合を容易にするために、自動解決装置並びに電気連結器を装備する他 E721 系と、並結し相互に救援が可能である。 サイリスタ連続位相制御による回路構成電気子と境地を個別に制御する多例方式で回生ブレーキが使用可能。713系電車で実績のあるサイリスタ連続位相制御を採用し、4機の直流主電動機を直列で制御する。本系列では、主回路電気子の2分割サイリスタブリッジと境地制御用サイリスタブリッジを個別に配置する。 多例方式を採用した。制御用に16ビットマイクロコンピュータを搭載しており、立行時は直巻制御する他開示独立制御により35%弱め開示、回生ブレーキ、そもそも速ブレーキの制御を行う。主回路の整流装置はダイオードを併用しない前、サイリストとしており、回生ブレーキ使用時にはモーターが発する直流を、 交流に変換するインバートとして動作する。集団見合い型シート座席配置はセミクロスシートだが、クロスシート部分は得意な集団見合い型の配置である。シートピッチは4人掛けの区画が 1490mm、2人掛けの区画が 845mm。集団見合い型の固定式座席にすることで、転換式の標準寸法よりもシートピッチを詰めて配置した。 車内は、淡いクリーム色の化粧板、小豆色の座席モケット、薄茶色の床材という暖色系カラースキームを採用。また、従来仙台地区で運用されていた417、系や717系0.100番台と、同様に上高口脇にガラス製風防が設置される。トイレは、和式学派718系連結面よりに設置される。 レバンダイ標準色レバンダイ万越再生仕様、H-12 編成シングルアームパンタグラフ、スカート交換車レバンダイ秋田 c o PS16、K パンタグラフ客室ステップ LED 式側面、行き先表示器仙台支社間内容に、全社等級車両製造が、申請した、バンダイ区分。仙台車両センターに2両編成42本計84両が、配置され、 h-1h-42 の編成番号が付与された。本番大区分は以下の特徴を持ち落成した。また運用開始後に以下の機器追加搭載、変更を施行した。砂巻き装置釣りカーパンタグラフ ATS 停車駅、通過防止装置万越再線運用車、秋田転属車本形式は、オールステンレス車のため車体の劣化は少ないものの、 上降時におけるステップに段差があり、現状ではバリアフリーに対処できないこと、制御機に採用されているサイリスタ連続移送制御は採用例が少なく、機器の老朽化によって保守部品の調達が困難になったことから、2016年度より本系列の代替を目的として E721 系1000番台が投入された。2019年10月1日時点では、 仙台車両センターに H17H19H20H41 の4本、秋田車両センターに H10H13 の2本の計1 2両が配置されていた。2020年3月14日、ダイヤ改正で定期運用から離脱し、秋田車両センターの2本は2020年3月14日付け、仙台車両センターの H17H41 は、 同年5月9日付、H20 は、同年5月15日付、H19 は、同年6月1日付で、それぞれ廃車され、霊番台は消滅した。大う本線標準機区間普通列車用で、JR グループ初の在来線標準機車両としての、番台区分。1991年に、日本車両製造で2両編成12本、計24両を申請。 山形車両センターに配置され、編成番号 Y-1Y-12 が付与された。例番台に対して以下の相違点がある。2002年以降はパンタグラフをシングルアーム式に乾燥並びにスカートが排泄性能を強化した形状に変更されたほか、Y-1Y-6 編成はワンマン運転対応改造を施行。運賃箱、運賃表示器。 整理券発行機、自動放送装置、ドアチャイムなどの関連機器が搭載され、運転席、助手席直後の座席を撤去した。製造後30年近くにわたってそもそも即ブレーキを多用する板屋峠を越える運用についていたため制御機の部品劣化が顕著であり、上述の通り部品の調達も困難になっていることから、廃車になった基本番台から、 保守部品を調達している。コンセプトを走るカフェとしたレストラン列車、フルーティア福島へ充当させるため例バンダイ H-27 編成に、郡山総合車両センターで2014年に施行した改造によるバンダイ区分である。2015年に実施された福島デスティネーションキャンペーンに合わせて、同年4月25日より運転を開始した。改造後も引き続き、 仙台車両センターに配置されるが、編成番号は S-27 に変更された。またカフェカウンター車となるクシ718系、制御前出食堂車の形式記号、クシは日本国有鉄道を通じても、初となる、形式記号である。試行内容雲波719から701、車内クシ718から701車内2020年現在、 以下の線区で運用される。過去の運用区間山形線うるし山高玉間を走行中の719系700番台プラス0番台番越再線。ありがとうございます。